おはようございます。さて、オーストラリアでは日食を体験することはできませんでしたが、エネルギーの変化は確かに感じられ、とても気持ちが良いです。それは私だけではないと思います。幸福感が高まったような気がします。気持ちいい。ブロッサム、そしてこの高揚感のある会話に参加している皆さん、おはようございます。確かに幸福感は時代の風潮となっており、それを感じられない人のために、それは必ずやってくると保証しましょう。人によっては古い思考パターンや反復的な行動の行き詰まりに直面し、解放されるまでにもう少し時間がかかるかもしれないということです。しかし私たちが直面するというとき、私たちは単に認めて解放することを意味します。ブロッサム、これらの工事のエネルギーは地球上の人類だけでなく、地球上と内部に存在するすべてのものに影響を与えていることも知っておいてください。これは確かに良いニュースです。なぜならそれによって神聖な計画が加速することが可能になるからです。これを考えてみてください。以前にあったものはなくなってしまいました。その中でその気になれば白紙の状態をきれいに拭くこともできます。古い幽霊や混乱を手放しましょう。これらのより新しくより高いエネルギーを、あなたの存在を新鮮な始まりで満たしてください。この瞬間からあなたの人生がどれほど楽しいものになるかを自分自身に宣言し、それ以上のことは許さないでください。ご存知の通り、ブロッサム、あなた方の多くがもうお気づきのように、この紅葉した時期に地球上に来ることを志願した各人は、振動を変えるために、これまでの地球の運営方法を変えるためにここに来ました。長い間純粋に利己的な利益と贅沢のために物事を進めてきた人々は、あるがままの愛を乱用してきました。彼らはあなた方一人一人が幸せになる権利を奪いました。それはかなり充実しています。それでもあなたの言っていることはわかります。ブロッサム、幸せになることはあなたの生まれながらの権利です。あなた方の惑星の生命は悲惨さと無視、そして人が耐えなければならなかったその他の何千もの否定的な生産とシナリオを想定して設計されていると思いますか。自由意志は人類を役に立たない軌道に沿って拡大する道へと導きました。それでも人はそれを人生の物語と見るかもしれません。そしておそらくこの悪が現れていなかったら、今それについての何かではなく、全てをしようとする衝動は存在しなかったでしょう。こんなに気持ちいいなんて、いいことですね。このようなとても良い気分を経験するということは、あなたがハートの欲望に従っていることを意味し、間違いなくハートの欲望に従う必要があります。そうすることで人はより高次の道へと導かれ、そこには魂が探し求めてきたものがさらに多く存在するからです。エレベーターが見えています。これは私たち全員がレベルアップしたことを意味すると思いますか。興味深いことに、私はとても気分が良いにもかかわらず、状況によって私を引きずり落とそうとしている考えにも気づいているのですが、それが続くのは数秒前で、いいえ、もうやめてください、というのです。どうやら希望が漂っているようです。私たちはかつて希望という言葉を、知っているという言葉に置き換えると役に立つと言いました。何かを希望することは、あなたを希望コンベアベルトに乗せ続けることになります。ぐるぐる回りながら何かが変わるという希望を持ち続けます。それでも何かを知るということは完了したことなのです。それは単純にこのゲーム内に存在するすべてのものの完璧な神聖なタイミングで現れるために、
その知識を調整することが全ての問題です。私たちは多くの人がゲームの中で生きていることを受け入れるのが難しいと感じていることを理解しています。彼らはこれほど多くの苦しみに耐えているのに、どうしてこれほど些細なゲームと呼べるのか疑問に思っています。皆さんに保証しましょう。あなたはゲームの中にいます。これは自分がプレイするのに慣れている種類のゲームではないと思うかもしれませんが、それでも何千年もプレイし続けているのです。そしてあなたは一度刑務所から出るカードをプレイしたら戻ることを何度も選択しました。だってあなたは去ったのにまたそこに戻りたいと絶望しているのですから、戻ってくるたびに正しくやり遂げるという新たな決意を持ってやってきます。障害を克服するために。それは地球上でプレイするゲームに少し似ています。うまくいかなかった時、または様々な戦術を使用してうまくいく方法がわかると、もう一度やってみようという推進力が与えられます。この方法を試してください。その代わりにあなたはもう一度やってみように戻りたいと思っています。この場合、この時代においてあなたは来るべきことに備えるために、必要な経験を得るために、過去生で自分自身の多くを捧げてきました。だからこそあなたは選ばれたのです。あなたが私に代わって答えてくれるかもしれない何か。あなたが私たちは選ばれたという時、それは今ここにいる地球上の全員が今ここにいるために選ばれたという意味ですか。はい、それがとても強く伝わってきました。はいはいはい。しかしまだ目覚めていない人が非常に多く、すでに目覚めている人たちを助けるために、彼らの警報が鳴れば本当に助けになるでしょう。それでもブロッサム、見えないのですか。彼らは助けてくれています。この発言の説明は間違っていないでしょう。現時点では地球上の誰もが計画が計画通りに実行されるために自分たちが提示している立場でここにいることに同意しています。心配しないでください。彼らの警報は設定されています。おそらくこう見てください。あなたたちの世界ではコンピュータービデオゲームはプレイヤーの選択とどのボタンを押すかに応じて様々なシナリオが実行されるように書かれ、設計され、プログラムされています。各シナリオには様々な結果がプログラムされているため、ゲームが飽きることはありません。しかし、ゲームが終了する方法は必ずあります。私たちのゲームは終わってしまうのでしょうか？いいえ、コンピュータゲームが完成すると、すぐに次のゲームが発売されるのではありませんか。より複雑なシナリオを提示し、グラフィックスと技術的な出来事の明確なステップアップを実現します。人生のゲームは終わらない、ブロッサム。人生に終わりはありません。人生は常に生きています。あなたが死んでいると呼んでいる時でさえ、あなたはまだ生きています。ただ、別の場所で、別の方法で生を経験しているだけです。それでは、人生はどこでも行われるゲームだと思いますか？それとも、このゲームを行うのは地球だけでしょうか？私たちはホログラムの中にいるのではないでしょうか？私には理解できませんが、他の惑星はホログラムの中にありますか？ブロッサム、あなたは、ここで複雑な主題に入ってきました。やりましょう。人生は人生そのものによって作られたゲームです。人生は愛です。愛が人生を創造しました。勇気を出してどうやって聞いてみますか。なぜなら愛が全てだから、他には何も存在しないからです。そしてもちろん、人はこう言うでしょう。誰が、何が愛を生み出したのでしょうか。それはこれまでも、そしてこれからも、そうです。それに、
対する答えはありません。ブロッサム。愛はすべてのものの存在であることを受け入れなければなりません。それ以外の形では説明できません。つまり、人生は生きられるためにはそうならなければなりません。愛はその存在性以外にそれ自体の表現を持たない場合、それ自体を知ることができません。したがって、愛が人生をこれまで、そしてこれからも続く最大の進行中のゲームを生み出しました。クリエイターを作成して自分自身についてもっと知るゲーム。どうしてこれが終わるのでしょうか？ラブを爆破したり絶滅させたりすることはできません。愛によって生命が存在することを許すことで、それは継続的にそれ自体を拡大することができ、常にそうするでしょう。命は決して後戻りすることはできません。縮むことはできません。つまり、あなたが地球上で遊んでいるこのホログラムは、あなたの惑星の場合、自由意志を実験するための競技場として作成されました。他の惑星には自由意志はありますか？惑星と生命の空間はあまりにも多すぎて、それぞれを分類し、それらがどのように存在するかを分類することはできません。いくつかの空間は集合意識の中で機能します。彼らは愛において、愛として、愛を通して、一つの心になるまで十分に進化しており、したがって、すべてが人生の行為に同意しており、人の行動はこれに一致しています。他の人たちはあなたが知っているような思考力を持たない方法で仕事をしています。そして、達成の目的はあなたが知っているものとは非常に異なる輝きを持っています。親愛なるブロッサム、そしてすべて、たとえそれができたとしても、そこにあるものと、その中にあるものすべてをあなたに紹介するには長い時間がかかるでしょう。というのも、これまでに考えられたものはすべて存在しており、存在しているからです。そしてまだ考えられていないすべてのものもまた存在しており、それがすでに存在しているにもかかわらず、それがになることを可能にする思考へと認識されるのを待っているからです。薬を渡してください。あなたは私たちと冗談を言っています。しかし、心の奥底では、あなたの存在、あなたの真実、私たちが何について話しているのかを正確に知っています。まあ、できても、できなくても、違いはありません。なぜなら、私は今この瞬間に地球上で、このゲームをプレイしており、ここが私のこの側面に焦点を当てているからです。私が他の場所で、たくさんの、様々な場所でゲームをプレイしている他の多くの側面については、そちらに集中することにします。とても賢明な決断ですね、ブロッサム。知っている、改めてご参加いただきありがとうございます。あなたと一緒にいられることをいつも嬉しく思います。あなたも同じだと言うと思います。信じないでください。知ってください。やがて浮上するよ。必要なのは物質よりも精神だけです。とてもよく答えられました。全く理にかなっています。感謝の気持ちを込めて、愛情あふれる奉仕で、I am